私たちは高知在住で木こりをしながらセルフビルドで家作りをする夫婦。今回は6歳になる息子の干し柿を食べたいの一言で、干し柿苦手な私たち両親ですが作ってみることにしました。まずは渋柿を家族総出で収穫。土地にあるもんでやってみようと、シュロの刃を縄代わりに活用してみます。皮を剥いてお湯に10秒ほどつけて煮沸消毒をしていきます。ひたすらこの作業を繰り返して量産していきます。あとはそれを縁側に干して時々もみもみしてお世話をしてあげたら、干し柿大好きなおばあちゃんもうなる絶品干し柿ができました。息子も干し柿初めて食べて大満足でした。